皆さんこんにちは。1965年にデビューした五木ひろしさんですが、デビューから約5年間は不遇の時代を過ごしていたそうです。芸名も数回変更しているそうですが、どんな名前だったのでしょうか。今回はそんな五木ひろしさんの借金事情、妻の病の真相などについてご紹介します。五木ひろしさんについて調べてみると、事故というワードが浮上します。しかしこれは交通事故などではなく放送事故のことでした。ある音楽番組で五木ひろしさんが3代目 JSOULBROTHERS FROM EXILE TRIBE と共にグループのヒット曲流星をダンス付きで披露。この時の五木ひろしさんがとてもノリノリでした。この姿がネット上で話題になったことがきっかけのようです。五木ひろしさんは過去に推定20億円の借金を抱えていたと言われています。その原因は事務所の経営を任せていた親族の放慢経営で、彼らによる多額の使い込みもあったと言われています。五木ひろしさんはすぐに経営スタッフを入れ替えて精力的に活動。カラオケの印税収入などを駆使し多額の借金を無事に返済しました。この時自宅を売却したのかについては定かではありません。そんな五木ひろしさんはデビュー時から芸名で活動しています。最初のデビューは松山まさる名義でしたが、一条英一、三谷健、五木ひろしと3度改名しました。福井県三方郡出身で、父親は韓国系の鉱山技師で鉱脈を追って、家族で各地を転々として京都府で生まれています。後に日本へ帰化をして日本国籍となりました。五木ひろしさんは小学校の時から歌手になりたいと思っていたそうです。1963年3月に単身京都へ移り、関西音楽学院に入学しました。1年後の1964年5月、作曲家の上原玄斗さんを紹介されてプロ歌手を目指して上京しました。上原さんの内弟子となって松方秀樹さんらと共に歌を学びました。1964年、五木ひろしさんは第15回コロンビア全国歌謡コンクールで優勝したことをきっかけに、コロンビアの専属歌手となり、松山まさるとして翌年新宿駅から信濃路の果てデビューしました。合計6枚のシングルを発表するもヒットに恵まれず、1967年には一条英一に改名し再デビューするもヒットに至らず、1968年にはプロダクションの倒産とともに契約を解除されました。1969年に三谷健に再び改名しデビューするも、やはりヒットには至りませんでした。デビュー後に2度も芸名を改名するもヒットせずに不遇の時代を過ごしました。しかし1970年オーディション番組全日本歌謡選手権で10週連続で勝ち残り、グランドチャンピオンに輝き、翌年五木ひろしとしての再デビューが実現しました。1971年に五木ひろしとして再デビューすると、デビュー曲横浜黄昏はオリコンシングルチャートで最高1位、登場週数46週65万枚に迫る大ヒットとなりました。第2弾シングルの長崎から船に乗ってでは最高4位、約45万枚の売り上げでこの年の第4回日本レコードセールス大賞男性新人賞を受賞しました。さらに彼は NHK の紅白歌合戦にも50回連続出場という驚異の記録を持っており、日本レコード大賞でも複数回受賞するなど、その実績は圧巻です。五木ひろしとしてデビューしてからは歌手として成功し、老若男女問わず支持されています。現在もテレビの出演、コンサートの出演など多方面で活躍していることから、年収は億超えになるのではないかと思われます。五木ひろしさんの現在の愛車はトヨタのセンチュリーです。過去にはマツダファミリアクーペ、日産スカイライン 2000GT B、 日産セドリック、メルセデスベンツ SL クラス 350SL、ポルシェ911カレラ RS、 アストンマーチン V8、 ベントレーベンテイガなどを所有していました。五木ひろしさんは1989年に結婚をしています。嫁は元女優の和優子さんです。
嫁はコーラン女学校卒業後に1981年にミス着物1になりました。1982年に知人の紹介であった演出家の和田勉さんの勧めで女優の道へ進みました。1983年に NHK ドラマ波の塔で本格的にデビュー。その後はテレビドラマや映画、舞台などで活躍をしました。その後五木ひろしさんと結婚した後に引退をしました。五木ひろしさんはカズユーコさんに会った時にもうアプローチをしたそうです。五木ひろしさんがカズユーコさんにラブレターを渡したのが交際のきっかけになったようです。結婚式の費用は5億円だったと言われています。結婚後には3人の子供さんを設けています。長男は世界最大の音楽企業ユニバーサルミュージックグループの香港支社に勤務をして歌手の育成などに従事しています。次男の松山一馬さんはプロの画家としてデビューをしています。次男は過去に問題を起こしたこともありました。18歳当時は読者モデルとして活動していましたが、仕事仲間で友人の田中俊さんと飲酒喫煙が発覚したのです。 SNS でカラオケの写真を投稿した際に飲酒喫煙が発覚したわけです。このことが原因で当時通っていた青山学院大学を退学することになりました。このことについて五木ひろしさんから激怒されましたが、その後は更生して画家として個展を開催するほどになりました。長女は2018年3月に青山学院大学を卒業しました。大学卒業後の進路は明らかにされていませんが、ファッション関係の仕事をされているようです。五木ひろしさんにとっては自慢の娘だそうですが、長女は2021年に結婚したようです。五木ひろしさんは当初絶対お嫁に行かせないと思っていたようです。しかし五木ひろしさんは次のようにコメントしました。付き合っている頃から紹介されて好青年だなと思っていたもんですから、とてもいい彼なんで自然と認めてしまいましたね。長女にとっても五木ひろしさんにとっても素敵な結婚相手だったのでしょうね。子供さんは3人とも海外留学の経験があって英語が堪能だそうです。五木ひろしさん夫婦は2023年現在で結婚生活35年になりますが、休みの日は一緒に過ごしたり、仕事の時も毎日電話するなど夫婦仲はとても良好だそうです。そんな嫁の現在は五木ひろしさんの事務所の社長を務めています。事務所名は株式会社五木プロモーションですが、代表者は松山幸子と記載されています。カズユーコさんの本名は松山千佐子ですので間違いありません。またカズユーコさんは五木ひろしさんの健康管理のサポートもしているようです。五木ひろしさんの体重62-63kg を維持できるように手作り弁当を作っているそうです。五木ひろしさんによると体重が維持できると体調も安定するとのことです。また五木ひろしさんは病院が苦手で必ずカズユーコさんに付き添ってもらっているようです。検査をする時もとても恐怖を感じるようで、カズユーコさんがそばにいるのが心の支えになっているとか、ここまで来れたのもこれから歩いていけるのも女房のおかげです。感謝の言葉しかないですね。五木ひろしさんは嫁に対してこのように感謝しています。カズユーコさんの現在は五木ひろしさんをサポートしているわけです。五木ひろしさんについて検索すると嫁病気というキーワードが出てきます。しかしこちらについては全くのデマで、嫁が病気の根拠は全くありませんでした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。